雑草から取っちゃって、全部それをきれいに。20平米ぐらいの広さができたわけですね。ブロックを教会の上に建てます。ベースモルタルを塗っちゃいます。もう見えるところの親石も全部塗るという形で、ガーデンリメイクということで参りました。ちょっと地形的にデッキがあって、その下に庭があるんですけども、その庭もちょっと活用できないと、空間的にもっと利用価値ができるような感じのスペースにしていきたいと思っております。庭との建物との高低差が1200ぐらいあるでしょ。ある庭に降りるためにこうやってデッキを置いて、でこう半分はデッキにして、で半分は ですからこの土地が非常に低くなってしまった。それをもっと有効的に使えるように、デッキからまあスムーズに降りても活用できるように庭にしていきたいと思っておるんですけど、じゃあまず何から、まずこれだと、もう全部雑草から取っちゃって、もうきれいに、で石を移動できるものとか、まあ、また出てくるものがあると思いますけど、全部それをきれいに今日は。それから次はもうブロックを先に立ててという感じになります。じゃあ壁に生えてる草も取って、もう取っちゃいます。はい、まあ、だから前はもうこの和のような雰囲気で構成されてたんじゃないですかね。これは取っちゃいます、全部で取って向こうに人の塊で、灯籠と飛び石と形跡がありますから、それを組み合わせた形のここに見る形に和のテイストをこっちに持っていこうかなと。
層シート敷いててもこんだけ生えるんですね。まあ砂利でね、その中に土が入っちゃって、だから防草シート敷いても砂利敷いても土があればもう草は生えちゃうね。だから根は直接下までいかない、そんなに深くはないんで。じゃあこういう場合は土が入らないようにしといた方が良かったってことですかね。土が混ざっちゃうとね、土とどうしても。まあ一応ね、全部こう撤去して草刈って、で、まあ、あの今まであった既存の飛び石、その形跡、玉石、まあ、あと灯籠ちょっと向こうに置いたんですけども、2メーターの大体10ぐらい、20平米ぐらいの広さができたわけですよね、うん、それでやはりちょっとこちらの方に今後これからブロックを積みます。まあ、ちょっとやはり絞り水がやっぱりこう出てくるんで。絞り水ってなんですか。いやいや、やっぱりここの住宅平らんで全部でも、こっちが全部高くなってるんで、やっぱり地下水の水が絞って出てくる水がじわーっとこう出てきてるんだよね。一応この後は最あのブロックを境界沿いに建てます。この辺ぐらいまで、まあ、こちらの方はあのお隣の許可を得て大谷市にベースモノだと思って、まあ、だからこれは一応、まあ、隠れちゃうんでブロックで、でもある程度ここブロックをこうやって1200まで、で裏米に水はけのいいあれで砂利を入れちゃって水抜きをつけますから、まあ、これが生えるっていうことは今後ないと思うんで、はい。それで今もう掘り終わった感じですか。そうそう、これで一応ブロックの基礎。直線じゃないですね。もう直線じゃない、こうやってボックスになって、あとどんぐらい積むんですか。あと1段、これでちょうど1200のかあれになります。はい、まあグラウンド自体もあと10銭か15銭ぐらい上がるから、まあ、今のブロックの基礎より半分ぐらいは上がる。こちら高いんで、こう絞り水がこう湧き出てくるんで、ま
我々の方もこれ植栽して水を使ったりしますから、まあ、一応水抜きを一応4全部4箇所1234箇所一応つけました。水はけがいいような状態に作りますから、どうしても水抜きは4箇所必要。まあこっちはもうグラウンドは今度は土じゃないんで、絞り水があってもそんなぬかるつ状況にはなんない。ほとんどここまた打っちゃうので、はい、だからちょっとジメジメ感はなくなるかなと思います。はい、首につけてるのは何ですか？これ風ちょっと息子たちが熱中症になるんで、あとこれアラーム、熱中症アラーム、ちょっと暑すぎるんですもんねそう、まあ、こうちょっとね風がねちょっと通んないんで、まあ、光にはなるんだけど風が通んない現場だからちょっと無理ちゃうっつって、一応全部これで積み終わりましたからベースをモルタルを塗っちゃいます。で最終的にここ見えるところこの親石も全部一応塗るという形で、まあその段階でちょっと苔が生えてるんで塗る部分だけ高圧で洗浄で一回全部洗っちゃいます。で親石とそれからこっちのブロック2体も一応ベースモルタル塗って仕上げちゃいます。はい、you